皆さん、こんにちは。こんにちは。何事も、始まりがあれば、終わりがあると申しますが、とうとう、お別れの時が、やってまいりました。名残惜しいであります。さようなら、週刊朝日。さらば週刊朝日。アディオス、アミーゴ。朝日ファミリーのメンバーがまた行ってしまった。朝日新聞出版刊行週刊朝日は2023年5月30日発売後をもって一旦休刊となりました。まあ、ナンシー席がなくなった時点で、こういう結末になる運命だったのかな。週刊朝日は、1922年に創刊された日本最古の週刊誌。サンデー毎日と同年の創刊、別に単独最古ではありません。長らく週刊誌の王者として君臨。昭和30年代には、150万部をする国民的雑誌でした。150万部ってすごいな。それが7万4千部にまで減ったってのも、またすごいな。うなぎの漁獲高みたいな減り方だ。気をてらわない、堅実な編集方針で。おや、なんだか現代とか宝石は、気をてらってるみたいな言い方。まあ朝日もアイドルを表紙にするようになって、ちょっとナンパになったけど、基本芸能ネタは控えめ、社会問題に取り組む気真面目さはあったって、いうことにしておくよ。今回は、名残惜しみ、前半は当チャンネルが所蔵するレアな週刊朝日を紹介します。ご紹介するのは、昭和15年、後期2600年、8月18日号。え、週刊朝日って、ヒトラー総統を表紙にしたことがあるの？そうなの、すでに第二次大戦が2年目に入った昭和15年8月、総統が表紙に登場しているの。昭和15年って、もうユダヤ人迫害は、相当ひどいことになっているよね。そうね、ナチスの政権獲得後、次々ユダヤ人差別政策が実施され、多くのユダヤ人が国外脱出していたわ。朝日新聞がユダヤ人迫害を知らないはずはないんだけど。まあ、だけど戦前の朝日は、別に人権とリベラルの砦じゃないからな。少々問題はあるが、新生ドイツの偉大な指導者という認識だったんだろうな。中身を紹介する前に、半径について、説明しておくわ。半径？サイズのこと？そう。実は、この時期の週刊朝日、サイズがまだでかいのよ。現行の B5 サイズと比べるとこんな感じ。断然でかいよ。もしや B4 サイズってこと？そうなの。だから朝日グラフと、同じサイズなの。これだと朝日グラフと、住み分けができてない感じがする。実は、昭和15年10月から、週刊朝日は、新体制半径と称する B5 サイズに切り替わったから。新体制サイズの最初の表紙はゲーリングなんだ。朝日、すごい新ナチスだな。このヒトラー総統表紙の週刊朝日は、B4 番の最末期ってことになるわね。あと、豆知識として、ここに切手を貼って、二つ折りにして帯封をすると、軍宛慰問品として取り扱われたわ。そうか、各地で奮闘する皇軍有志に慰問品を送りませう、って時代なんだな。だけど総統の肖像を、二つ折りにしたらドイツから、抗議されない？三国軍事同盟交渉にも微妙な影響を与えるかもしれない。その辺はどうだったんでしょうね。それで、中には、どんな記事があるんだろう？別にヒトラー特集号って、わけじゃないの。なんだ、釣り表紙か。だけどドイツ関連記事はあるわ。そうなんだ、どんな話題だろう？朝日新聞特派員によるドイツ軍のパリ入城動向取材報告よ。ああ、そうか、フランスが敗北したのは、昭和15年のことか。昭和14年、ドイツが、ポーランドに攻め込んで第二次世界大戦が始まるよね。それからどういう流れでドイツ軍のパリ入城になったんだっけ？ちょっと経過をおさらいしておくと。昭和14年8月、ドイツは電撃的にソ連と不可侵条約を締結。フグ大天の、独ソが同盟して平沼内閣が瓦解したんだったな。ソ連との利害調整を終えるやヒトラーは、9月ポーランドに侵攻。うん、思い出した、ポーランドと同盟する英仏が参戦。第二次欧州大戦という状況になってしまったんだな。東方作戦を終えると、1940年5月ドイツは西方で電撃戦を展開。ベネルクス三国を席巻、フランスに侵攻。5月末にはフランスの敗北は決定的になっていたわ。第一次大戦では、あんなに粘り強かったフランスがこんなに脆いなんて。フランスの敗北が迫ると、ドイツ宣伝省は、外国特派員にパリ占領部隊に同行しての取材を許可。朝日からはベルリン特派員森山義雄が参加してパリ落城前後を書いたの。パ落城前後って読んじゃうな。6月10日、フランス政府は、パリを無防備都市と宣言、政府機関は南部に移転を開始していて、森山たち一行は、無血入城するドイツ軍部隊に同行することになったわ。
市街戦は、避けられたんだな。ドイツ軍を恐れて、すでに大勢の市民が南へ脱出、残ったパリ市民も息を潜めて自宅にこもっている。鼓動が止まったパリに、軍用車両で森山特派員一行は到着したの。花の都、パリを占領したドイツ軍は、どんな態度だったのかな。森山は次のように報告しているわ。彼らの軍規が厳格に維持されているのにはむしろ驚くべきものがあった。古来戦争には付き物の略奪や乱暴が絶対に見られないのだ。例えばベルギーのルアン市など、無稽古さのイギリス兵が全市に略奪の限りを尽くして敗走していった後を見たが、勝ち戦のドイツ兵にはほとんどそのことがない。ドイツ軍に取られるよりは、と思って一切合切英本国に持っていったのかな。パリに入ったドイツ兵が、むしろはにかんでいるのではないかと思われるほど、おとなしく。市民には親切で、かつ礼儀正しいのには、パリの全市民が最初は目をこすって疑ったものだ。占領第2日目からは安心したパリ人は、男も女も子供も、ドイツ兵見物のためにシャンゼリゼやコンコルド広場にぞろぞろ繰り出す。あ、本当に子供がいるような。このような、特筆すべきドイツ軍の紳士的な戦場道徳の原因を森山特派員は、こう分析してみせる。民衆を憎まず、西欧諸国の支配階級だけが我らの敵なりと、叫び続けたヒットラーの言葉が、組織を通じて一兵卒の頭にも徹底し、それが一つの戦争の指導精神になっている。すでにポーランドでは、民衆も巻き添えになっているし、翌年からの独ソ戦での過酷な住民や捕虜取り扱いを考えると、ナチスドイツの本質を全く見落とした分析という印象だけど、ただ、ワルシャワとは違って、花の都パリでは、紳士的に振る舞ったことは事実なんだろう。ドイツ宣伝省監視下での取材で、パリ市民の本音に迫っているとは思えない。それに4年後、ヒトラーはパリの破壊を命じている。民衆を憎まない人の振る舞いとは、到底思えない。ヒトラーのために犠牲になった人々のほとんどは民衆だからな。森山は、市内の様子以外にも興味深い感想を残しているわ。ほう、なんだろう。ヨーロッパの戦争は、一生懸命ではなく、真剣身にかけるというの。どういう意味なんだろう。友軍たるワルソーやマドリッドには焦土交戦を進めておきながら、我がことになるとさっさと引き上げてしまうあたり、いかにもフランス的性格を表現したパリの落城風景である。たとえ敗れることは分かっていても、戦わざるを得ないではないかと、執拗に頑張る蒋介石と、フランスの名誉のために降参しようとあっさり諦めるフランス人との性格には大変な開きがある。あっさり諦めないフランス人もいるけどな。自分が日本人であるせいかもしれぬが、南京陥落当時には両軍ともに一生懸命という真剣さがみなぎっていた。しかしこちらの戦争にはその一生懸命さというものがない。捕虜になれば、命だけは安全だという考えが根本に横たわっている。もし仮に、東京に外敵が侵入して、いよいよダメだという場合がありとすれば、全日本人は飯盛山の白虎隊のごとく、互いに差し違えて、自ら愛果てるであろう。その気持ちこそ尊い。この人、新聞記者なのに軍人顔負けの狂信的愛国主義者なの？そんな意味から言って、ヨーロッパの戦争を見ているとなんとなく歯がゆい。彼らは、我々とは全然違った道徳を持って戦争をしているのだ。歯がゆいけれども、見ていて肩が凝らないのはありがたい。フランス侵攻作戦で、フランス軍将兵の投降が多かったのは、マジノ戦配備の将兵が、戦線の後方に孤立して、大量投降を余儀なくされたという事情もあったと思うけど、やはり、やむを得ない場合、捕虜となっても恥ではないという感覚が大きいと思うわ。そこへ行くと日本は、降伏などありえぬ。生きて予習の恥ずかしめを受けるなかれ、だからな。森山の記事を読んだ日本の読者処刑は、やはり個人主義に毒された西欧国家は軟弱。日本が、そんな欧米ごときに負けるはずがないと確信を深めただろうな。森山は、フランス流の降伏について、こうも書いているわ。博物館や文化的な資産を大切に砂袋で包み、市民が困らないようにと相当な食料を残し。あれ、
このあたりは、書類焼却に奔走したり、本土決戦用備蓄物資を、我先に運び出したのとは随分違う感じ。侵入してくるドイツ軍に小銃の音一発報えることなく夜逃げしたフランス政府と指導階級。後に残された仮装市民が狐につままれたような顔をして、入ってきたドイツ兵にどう挨拶していいかまごついている。夜逃げしたフランス政府は、交戦か、降伏か内部で意見が分かれていたわ。最高司令官ウェイガンと、副首相ペタン元帥は、すでに戦局は絶望的と判断、休戦、事実上の降伏を主張。首相レイノーは政府を海外領土に移転しての交戦を主張。そしてアメリカの参戦を、ルーズベルト大統領に懇請したわ。フランスは日本と反対で、軍部が降伏を主張したんだ。結局、ルーズベルトは参戦を拒否、アメリカの回答を受けてレイノーは辞任。休戦派ペタン元帥が後継首相に就任。ドイツに降伏を申し入れる。ちょうど森山のパリ取材が終わる頃、パリ近郊コンピエーヌで、フランス大表は降伏文書に調印、平和が回復されたわ。ただし、領土の約6割は、ドイツに占領され、経済的にもドイツから搾取される過酷な平和。第二次大戦でのフランスの犠牲者数は、約60万人。戦争からは離脱したけど、随分犠牲になった人がいたんだ。ただ、降伏したおかげで独ソ戦のような、一生懸命な戦争には巻き込まれず、昭和19年にフランスは連合軍によって解放されるわ。レジスタンスの運動員が多数殺害され、連合軍の空襲でも、大勢の犠牲者が出た、まさに苦い平和だったけど、守られた命も多かった。日本の真珠湾攻撃、アメリカの参戦でこういう結末になったわけだから。世界は本当に繋がっているな。後半は、森山特派員のその後を見ていきます。話を1940年の夏に戻すと、フランス敗北後も英国は頑強に抵抗を続ける。戦争が膠着状態になると、独ソ戦が噂されるようになる。自らに正面作戦に打って出る、常識的にはありえない判断だけど、扉を一蹴りすれば、ソ連は崩壊する、総統はそう確信しているからな。独ソ開戦のしばらく前、森山特派員と大島中独大使の間でこんなやりとりがあったそうよ。大使館での定例記者会見で、独ソ開戦の場合の戦況を問われ、大島大使は、もし仮に独ソ戦争が始まるようなことがあるとしても、ドイツ軍は2、3ヶ月でソビエトを片付けてしまうだろう。ああ、さすが中独ドイツ大使の大島閣下、総統の見解と完全一致だ。それに対し森山特派員は、日本軍が中国大陸の奥深く入り込んで、どうにもならぬ状態に陥っているのと同じようなことにはならんでしょうかな。と質問したの。大島閣下は何と答えたの？君たち姿勢の新聞記者に何がわかるんだね。そう言って、森山記者のことを反独的だと、激怒したそうよ。反日的じゃなく、反独的って怒るなんて、やっぱりこの人、本質的にドイツ大使なんだな。そして昭和16年6月、ドイツ軍がソ連に侵攻すると、当初は快進撃を見せるも、モスクワ攻略に失敗。昭和18年1月にはスターリングラードの第6軍が壊滅。ああ、これは森山特派員の記事だね。以後、ドイツ軍は姿勢に立たされ、昭和19年6月には連合軍がノルマンディに上陸。東部戦線ではドイツ中央軍集団が壊滅。大島閣下は、どう思うのかねえ。ただ、大島大使より楽観的ではなかった森山記者も、ドイツ B 機の記事を、書いているわ。ジークフリード戦で米英軍を阻止できれば、まだ、ドイツに勝機はあるっていうけど、今やスカスカの国防軍と国民突撃隊ではジークフリード戦を守れないだろう。記事を書きながら、リアリズムの欠如を感じなかったのかな。ドイツ宣伝省の下請けみたいだよ。その後、森山特派員は、ベルリンを脱出、日本を目指します。大島閣下は、最後は軍人らしく、ヤバーニッシュ連隊を指揮して、総統と運命を共に。そんな連隊は確認されていないし、運命を共にもしていないわ。オーストリアに退避、その地で連合軍に拘束されアメリカに移送されたわ。森山特派員は、どうなったの？森山特派員は、シベリアを経由して、7月東京に帰任したそうよ。強運の持ち主だ。ほどなく終戦。森山特派員は、
終戦直後にヒットラ来たり猿を書いているわ。戦中はヒットラーって書いてたのに。戦後はヒットラなんだ。だけど、明日の命もわからない終戦直後に、今さらヒットラの話されてもな。そうね、ヒットラのことより、今日の食い口よね。終戦を受けて朝日は自社の戦争責任を鑑み、社長以下幹部が一斉辞職、新体制を発足させた。この社長、後で戻ってくるんだよな。朝日の声明によると、朝日新聞は完全なる脱皮を遂げて、脱皮って意味かよ。新しき日本の建設過程にあって、言論機関が果たすべき重大使命達成に邁進することになった。ふーん。森山特派員は、新生朝日にとどまり、あれ、森山さん、敵が東京に攻め込んできたら、白虎隊みたいに自害するとかなんとか、書いてなかった？まあ、マッカーサーは侵攻ではなく、平和的に進駐したから、適用外なんじゃないの。昭和26年のサンフランシスコ平和会議には、特派員として派遣されているわ。あれ、この人、昭和19年12月になっても、ドイツに正気ありみたいなこと書いてなかった？あんなプロパガンダみたいなこと書いていても、サンフランシスコ平和会議みたいな、ヒノキ部隊に派遣されるんだ。戦時中の記事は方便で書いていたってことなんでしょうかね。なんていうのかな、武野武治先生とは随分違うなぁ。記者もいろいろってことかしら。それでは、長い時間、ご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。